おはようございます。即歌塾の久保でございます。まあ、あの、YouTube のね、ブームも、 一旦去っったのかなって気がしますよね、えー、YouTube というのを作りまして皆さんねそっか塾の中でも YouTube をいっぱい作る方がいらっしゃったんですけども、えー、今回はですね m r ター a m m さん以外から動画届いてませんのでまあ更新はされてるんでしょうけどもね、えーまあ、ブームで終わらないようにしないと自分の力つかないなということをちょっとだけ申し上げてね、今日の放送のスタートにしたいと思いますまあ皆さんあのネタは毎日ありますんで新聞記者になったつもりでねジャーナリストですから我々は いろんなネタを拾って、そのネタを発信していくってことを繰り返していくことが、多分ね、ものすごくね、面白くなってくると思います。あ、いっこさんどうもおはようございます。さあ、それで、次はですね、J コスメの話題出しましょうか。J コスメって言ってしまいましたね。例のやつですね。<laughs> 例のやつなんですけども、えーとね、14名の方からご連絡いただきましてありがとうございます。14名ですよね。えー、まあ、今までの中では、あ最も14名って言うと多いかなと思いますね。今まではね、一番多くて、10名、 いかないぐらいだったと思いますからね。うん。まあ、で、えっ、ー、と、多くの方がおそらく会社の方に問い合わせをしてると思います。私ね、ここで申し上げたいことがあります。それはですね、会社からは13日の朝、公式連絡が来てます。その公式連絡を私も動画で配信しました。ということは、問い合わせたところで公式連絡を読み、えー、返されるだけなんですよ。これ、いかがですかね。電話で問い合わせても、 順次お支払いいしますという公式連絡と同じ見解が出てくるだけでその他の言葉っていうのはいろんなこと言われるでしょうけどもそれはカスタマーの方個人的な解釈が入る可能性が高いですえよく、ね、こういうこと言われる方がいるんですよこっちの言うこととこっちの言うことが違うんで混乱しますみたいな、ね、ことを言われることがあると思いますけども唯一公式連絡はペーパーでなったもの、ね、社会のこれ常識といったら常識なんですけど紙になったものだけは全てですからね紙になってないものは あの人がこう言ったその人がどう言ったメールがこう来たそれは全て後回しになって全てに優先されるのが紙ベースの公式連絡ですこれねどこに行っても一緒だと思います世界共通だと思いますよ、ねえー、一部ねどっかの国が あ日韓和平条約かなんかをね、無視して、いろんな要求出してきてますけども、あれはやっぱりおかしいでしょ、うん、文章で締結されたものに関しましては、やっぱりそれを、ね、破棄して、それをおー恣意的に利用するべきではないかなと思います、ちょっと、ね、難しい問題になってきますんで、この辺にしましょうか、えー、私が言いたいのはですね、紙になったものがすべて その他は単なる噂でしかないと考えた方が自分の考えはスッキリするということなんですよねまあ私はそういうふうに考えてきて今までうまくいってますんでそんなにおかしなことを言ってるわけではないかなと思うんですけどもねさあそれではですねあその他あ今日は YouTube があってでしょで例のやつがあってでしょで今いい男シリーズっていうのをやってます今日が3日目になると思いますけどもやっぱりね40代50代の男性はもうちょっとね いいいいい男色男色にななってもいいのかなと思いますそれはね20代の女性とか30代の男性あ女性か20代30代の女性が40代50代の男性を見てあやっぱ男っていいなと男性ってたくましいなとかこういう男性えもっともっと増えたらいいなっていう風に見てもらえるっていうのがね、えー、40代50代の男性いまいちちょっと表現できてないのかなと思うんですよ。 で私もそのうちの1人なんですけどもまだまだね、えー、女性に対する愛情が足りないとフェミニズムとまでは言いませんけども、うん、やっぱり女性に敬意を向けて女性に感謝する面っていうのがねもっともっとあ,あっても多分あると思うんですけども表現がしてないのかなと思うんですよエスコートができなかったりとかねプレゼントがいまいち気合いが入ってなかったりとかその中でも見た目というプレゼントね 男性はもうちょっと見た目というプレゼントを社会とか女性に捧げてもいいのかなと思いますんで、えー、今回ね何点かそういうシリーズを作ったんですけども、えー、その中でもね、早速いろんなあご意見届いております、えー。やっぱりね、いい男になりたいと思う男性の意見が今回多いですね。普段、そっか自に寄せられる、えー、メールとかね、お問い合わせっていうのは女性が圧倒的に多いんですよ。 即座、まあ、塾の男女比率っていうのは6割女性4割男性になってるんですよねこれ2018年から始まった現象なんですけども2013年から始まった即座塾っていうのは男性9割女性1割の比率だったんですよねでも2018年から私が隠居してビジネスというものからまあ投資も話してますけどもなんか、ね、心の在り方とかテーマは家族っていうものに絞ってからどうもね女性の新規会員さんが増えるんですよね うん、ですごくありがたいなと思う反面まだ,、ね、まだまだねまだまだ女性に見ていただけるような、えー、40代50代のもう男としてねアラフィフ男性としてまだ学ばないといけないことが結構あるのかなという気持ちもありますんで、えー、私のね動画の中で自分はこうありたいこんな50代になっていきたいっていうものも込みでいい男になろうぜシリーズをねやっていっておりますんでまたご支援いただきたいと思います、えー、今日のコンテンツも男性コンテンツもね何かあったかな えっとね、いい男シリーズの今日は何日目になるんですかね ?3 日目かな ?3 日目はコンテンツ特に作ってなかったかな、えー、おしゃれ服装ヘアスタイルってものをね、昨日お届けしたと思いますけどもそうですね、今日は特にないのかなあ、あるな。 今日はですね、おしゃれ服装ヘアスタイルというねアラフォーからのモテる思考というものでお送りしたいと思いますモテる親父は人生が楽しいというタイルでございますんでえー、ね男性の方見ていただくのとあと女性の方はねもっとこういうふうにしてくださいみたいなことをいただければ私の,お、まなんね、あの勉強になりますんでよろしくお願いしますそれでは本日は以上です失礼します